戸谷和夫は、日本の科技、文科官僚、岐阜県出身。岐阜県生まれで、鎌倉市立深沢小学校3年時編入後、栄光学園中学校、高等学校を経て、1980年、東北大学工学部原子核工学科卒業、科学技術庁に入省。1989年から1992年、パリの経済協力開発機構原子力機関に勤務。後、同庁原子力局調査国際協力課、国際原子力協力企画官、科学技術振興局研究基盤課長等を歴任。2000年から2002年、宇宙開発事業団ロサンゼルス駐在員。2003年1月文部科学省研究振興局、ライフサイエンス課長。2004年7月内閣府参事官。2006年7月文部科学省大臣、官房会計課長。2008年7月文部科学省大臣、官房審議官。2009年7月14日から2012年1月5日、日本原子力研究開発機構理事。2012年、文部科学省研究開発局長。2013年7月、同省官房長。2015年8月4日、文部科学審議官。2017年1月20日、文部科学事務次官。2017年3月、文部科学省における再就職等規制違反に関して、厳重注意処分の懲戒処分を受けた。2018年7月文部科学省科学技術、学術政策局長事務取扱兼務。2018年9月21日、文部科学省汚職事件で懲戒処分を受け、同日付で事務次官を辞職。2019年6月27日半、導体エネルギー研究所取締役。2019年9月1日、高砂熱学工業顧問。2019年12、月光エンジニアリングサービス特別顧問。2020年材料科学技術振興財団理事長、獨協国際医学教育研究財団顧問、玉川大学学術研究所先端知能、ロボット研究センター教授。ありがとうございます。